今日はイエス様の生涯22回目になるんですけれどもねいよいよイエス様が十字架を背負ってそしてゴルゴタの家へと向かっていくそして十字架にあげられるっていうそういった場面ビアドロローサっていうのは有名な。 あ言葉ですけれどもね、これはですね、苦しみの道っていうふうに言われてますね。すなわち、えー、十字架を背負って、そして、えーまあ、残酷ですよね。自分がつけられるその十字架を背負っていく死刑囚は歩いて行かされるわけですよ。死刑場まで。 それはですね、このエルサレム神殿に隣接するアントニア要塞っていうローマ軍の要塞。そこでピラト、総督ピラトによって判決を受けて、そしてゴルゴタ、今それは聖墳墓,墓教会っていうふうな大きな由緒ある教会になっていますけども、そこに歩いていった道っていうのが今、 あそれがですねここがビアドロローサっていうふうに看板を出して、えー、みんな巡,巡礼者たちは歩いていくんですけども、まあ、時代によっていろいろ変化はあったんですけどもねしかしとにかく今日はですねこの現在ビアドロローサと言われている、えー、そのところを順番に見ていきます。えー、これはですねお今いきますと、まあ、ビアドロローサっていうのを言いましたけどもこうラテン語で苦難の道っていう 意味になるんですね。まあ、ピラトによる死刑判決を受けて十字架を担いでゴルゴタへとイエス様が歩いたことを記念して、14のポイントが設けられているんですね。まあ、これは日本語では、竜っていうふうに言われたり、まあ、第一ステーション、第二ステーション、まあ、第一竜、第二竜っていう、そういった言葉を使って数えるんですけれども、まあ、ここにですね、最近作られたものですね、ビアドロローサ、ここから始まるっていう、その近くに広場がありまして、えー、そして、こう、14のポイントの、こう、 絵が掲げられたプレートが飾ってある、そういったものがありました。まあ、そこの絵なんかを用いて、一つ一つちょっと見ていきたいと思うんですけども。まあ、ビアドロローサの通りが。 まあ今のののエルサレムの町の通りですよそこをこうね政府墓教会へと向かって歩いていくわけですえー、そして第一流ねこれは総督ピラトによる裁判がここであったんだっていう、まあ、それはアントニア要塞というローマ軍の要塞のここに立っていたというその遺跡の上に今建物が今の建物が建っているんですけども、えー、そしてですね第二流ここは鞭打たれ十字架を担がされてここから歩いていったというそういったことを記念して設けられて ポイントとまあこれは聖書の遺跡っていうよりは中世以降そして今のエルサレムの町でもって書くポイントがあるもんですからちょっとねイエス様時代の遺跡っていうことではないんですけれどもただあまりにも有名なところですのでねそれをちょっと見ていきたいと思います。 まず、ピラトの裁判。そして、鞭打たれ十字架を担ぐっていうのが、アントニア要塞。まあ、ここ黄色で囲ってありますけどね。えー、ここで行われたであろう。まあ、これにもいろいろ諸説はあるんですけどとりあえずですね。えー、そして、各ポイントが設けられて、ここが1番の書で、2番のポイント、3番目のポイント、4番目のポイント。これちょっと今から一つ一つたどっていきたいと思います。 えまずですねポンテオ・ピラト総督ピラトによる裁判ということですね。えー、まあこれはヨハネ の福音書18章の28節に書いてありますね。彼らはイエスをカヤパの元から総督官邸に連れて行った明け方のことであった。これは前回見ましたペテロの啓明教会、大祭司カヤパの邸宅、そこで真夜中の裁判が行われて、そして明け方、試験判決にするにはローマによる判決が必要なので、総督ピラトの元に連れて行かれたということなんですね。 さあそこを見ていきますね。かつてのアントニア要塞とされるその遺跡はですね、その上には今学校になってるんですね。これ階段上っていくと上にですね、こうパレスチナの方の えー、方々の学校に、今前に子供たちが立っています。ここはあの、えー、バックパック背負った少年が通学に、えー、登校してきてますけれどもね。これは私朝早く行った時の写真なんですけれども。えー、ですから、普段はですね、この第一流、えー、最初のポイントっていうのは学校だもんですから、普段入れないんですね。えー、ところがですね、 あこれが次のかあの聖書の箇所ですね、えー、ヨハネの18章の28節「えー、彼らはイエスオカヤパの元から相続官邸に連れていった明け方のこと」「彼らは杉越の食事が食べれるように汚れを避けようとして官邸の中には入らなかったこれはイエスを連れてきたユダヤ人たちがですね違法人しかもローマ兵たちのそういったあなんていうんですか要塞そういったところに入るならば身が汚れてしまうから、ね、その日は杉越の祭りの日、ね、その杉越の祭の 祭りのその食事が汚れで食べれなくなるからねユダヤ人たちはその中には入らなかったっていうそういった記事ですね、えー、さあ私たちは入っていきましたなんとですねこのお兄さんがですねこう私たち日本人のこうね集団を見るやですねを連れてってやるって言ってですね普段は入れないんですよ授業中とかだとまあ、放課後でこう 空いてるるような時だと入れたりすすんですけども、まあ、この地元のそこに住んでるお兄さんなもんですからね多分この学校出たんじゃないですかねこう案内してくださいまして特別にですね、えー、これがですねこうアントニア要塞の遺跡の上に立っている学校そしてこれは、まあ、あの石が敷き詰められてる校庭ですよ。 ねえ日本でいうと学校の校庭なんていうのはこう土なんでしょうけども石が敷き詰めてあるそういった校庭でしたね、えー。さあそこで総督ピラトによるイエス様の裁判が行われます。ね、ピラトはイエス様に尋ねるんですね「あなたはユダヤ人の王なのか?ね」。イエス様は何と答えたか「私の国はこの世のものではありません」<laughs> あの。それででピラトははは、ね、何を言ってるのかではあなたは王なのかあななた王 ねえ、こう、イエス様は、私が王であることはあなたの言う通りです。しかし私の国はこの世のものではありませんっていうふうに受け答えするもんですから、ピラトはですね、はねえ、こう、この人は何かこう、犯罪を犯したとか、かそういったものではないっていうことが分かったわけですね。こう、私は王である。 この世の王ではないというふうにおっしゃるわけですからね。えー、そこでピラトはユダヤ人たちに私はあの人に何の罪も認めない、ね。釈放するんだって、それが総督ピラトの判断だったわけなんですよ、ね。そういったことがこのアントニア要塞で行われたのではないかっていうその方ですね。えー、さあ、しかしですね、このピラトが 私はこの人に何の罪も見出さないと言うんですけども、しかしユダヤ人はあくまでもイエスを訴えて、あんな奴は殺してしまえ、十字架だというふうに叫び続けるわけなんですね。ですからピラトはですね、もう収集がつかなくなるので、このユダヤ人たちがイエスを訴える言葉を聞いて、イエスを外へ連れ出して、エシキシ、ヘルブル語でガバータと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。で、彼自身はね、このイエス様 は罪に当たるようなことはないというふうに判断するんですけどもあくまでもユダヤ人たちがですねですからやむなく裁判の席に着いたということになるわけなんですねさあその次ですこの次はその向かい側にある第二流なんですけどもこれは鞭打たれそこで十字架を担いで歩き出すっていうそういった場所になるわけですね えそれは、鞭打たれ、十字架を担がされる。えー、これはヨハネの19章の1節あるいは16節に書いてありますね。ピラトはイエスを捕らえて、無知で打った。十字架につけるために彼らに引き渡した。まあこれはピラトの本意ではなかったんですけれども、ね、暴動なんかを避けるためにですね、やむなく死刑にするっていうわけなんですね。 えさあこれはですねえまあ第一流先ほど見たのは学校の中でしたけれども通りを挟んでそして反対側にこの「鞭打たれ十字架を担がされた」というそれを記念する教会が立っているんですねえこれが第二流鞭打たれ十字架を担がされる」ここはですね「鞭打ちの教会」と呼ばれる有名な教会ですね。ここでイエス様が無知打たれたのだということを記念する教会が立っています。 えー、そしてですね中を入っていくとあこの時はですねちょうどあのヨーロッパから来た皆さんですかね、えー、この礼拝堂の中でチャペルでミサを守っておられました私たちはその後ろから見ているんですけども、えー、さあヨハネの18章の18章19章にはこのような場面がありますね「えー、スインコしの祭りでは誰か一人を釈放する習わしがあるお前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか、えーまあ、この時点でなんとかですね総徳ピラトは イエス様を釈放しようと努力ししているわけなんですねしかしすると彼らは再び大声を上げてその人ではなくバラバを釈放しろと言ったバラバは強盗であったそこでピラトはやむなくですねイエスを捕らえて無知で売ったっていうそういった場面ですねさあそうしましたらこの教会の正面にはですねこういったステンドグラスが 掲げてありますねこれは無打たれるイエス様の姿を描いたステンドグラスなんですねそしてこの横にも有名なステンドグラスあるんですよ実はバラバを釈放している場面とかあるいは総徳ピラトが手を洗っている場面とかそういった場面がステンドグラスになってるんですがここで有名なのはですねこう天井を見るといばらの冠が描かれているんですね天井ドームが。これはとてもきれいな天井ドームになっていまして。 こんなですね。これは総督の兵士たちは茨で冠を組んでイエスの頭に置いて右手に足の棒を持たせたということですね。まあ、王の尺を模してですね、その木の棒を持たしてですね、そしてイエスの前にひざまずいてユダヤ人の王様バンザーイと言ってからかった。 もう茨の冠をですねイエス様の頭にこう置いてあるいは押し付けてですねもう川が破れて血がたらたら流れるようなそんな場面がここで光景が繰り広げられていくわけなんですね。 さあこの夢中の地の教会の隣にはですね有罪判決の教会っていう教会も同じ敷地に建てられています。これ上にドームが見えますけどもこれが教会なんですね。手前側が夢中地の教会でそして有罪判決の教会を見ている。 えー、そしてこの教会の中に入っていくわけなんですけれども、えー、そうしましたらこの教会のチャペルの正面にはですねこうイエス様の像が掲げられていますけれども、えー、さあ兵士たちは湯原で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の衣を着せたこれは王が着るようなそういった色のマントということですね、えー。彼らはイエスに近寄ってユダヤ人の王様万歳といって顔を平手でたたいたというそういうふうにからかってですね この死刑囚をこうからかうわけなんですね。さあ、この正面にはですね。こういった浮き彫りになっている像が掲げられていました。で、この時ピラトはですね私には責任はないっていうことで、群衆の前でこう手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。 ね、お前たちで始末するがいいと言ってこう。ユダヤ人たちにイエスを十字架にかけるために明け渡したということになります。が、えここにピラトの姿が見えます。ちょっと細かくて、後で youtube で画面で見てください。え、そしてこれあの手を洗っているところですね。これ、あの1 0っていうか、こうね。水を差し出して、そこでピラトが手を洗っているっていうそういった場面ですねえ。そしてイエス様がですね。こう十字架につけられるために、ローマの兵士によって。 連れて行かれるっていうそういった場面が描かれていますね、えー。さあこの教会の床、まあこれはローマ帝国時代のものであろうというふうに言われている床の敷石なんですけれども、えー、ここにはですね、こう面白いものが刻んであるんですよ。これこうちょっと、えー、刻印線が刻まれているのわかりますかね、えー。これはローマの兵士たちがですね、えー、遊ぶために敷石床に掘った 刻んんだスゴロクだっていうんですね、まあ、キングズ・ゲーム王のゲームっていうふうに言われますけどもまあこれはローマ帝国広くいろんなところ各地にですねこう出土するそういったものなんですね。まあ兵士なんていうのはですねこう囚人を監視しているとかあるいは警備をしているとかねその割とひ暇なわけですよね、えー、ずっとそこにいてこう監視を続けないといけないというそういった時にこう遊び道具としてこういったすごろくをですね床に掘った。 というふうに言われてこういったものがあちこちにあるわけなんですね。そしてここから巡礼者たちは十字架を担いでそしてビアドロローサを歩いていくこの木の十字架は この鞭打ちの教会でもってて貸し出し出いるっていう、まあ、もちろん予約が必要なんでしょうけどいやメリタが担いでますけど私たちこう担いではいかなかったんですけどねおこれからちょっと担がせてっていうことで担いで写真撮ってますけどもでこう時々ですねビアドロロスを歩いているとこうグループがですねこの十字架を担いで歩いていくそういった姿にこうよくすれ違うんですけどもね、えー、ここで十字架を担いでそこから歩いていくんですね。 えさあそうしましたら次の写真はですねはいこれからですねこう十字架を担いでイエス様はこう歩いていかれるっていうえ実はここがアントニア要塞であるっていうそういったねローマ帝国時代のこう要塞であったっていうその遺跡がちょっと一部出てるのでそれを見ていきますね。それはですねイエス様当時の遺跡っていうのは地下にありますからね掘っていって何メートルも今の地表の地下にありますからえこの「 発掘現場にです、ね、こう公開されていてそして入場料を払ってこの地下のところに行けるっていうそういった場所があるんですよ。 えー、そうしましたら入場料を払って降りていくとこれはですねもちろん、ね、当時こう人が住むにはこう水の確保、えー、そしてこの場合はですね大きな貯水槽でもって水を確保していたその貯水槽の遺跡がです、ね、今そのまま出ているわけなんですね。 これはですねこの貯水槽というのはこの実は西の壁嘆きの壁の地下部分というのがずっと発掘が進んでこっちまで来てるんですけどもなんと向こうからもアクセスができるんですね西の壁嘆きの壁までも続いて通路が続いているそしてこの貯水槽に来ることができるわけなんですね。 えー、そしてこの地下にはですねこう発掘が進んでこうローマ時代の遺跡の発掘現場っていうのがう訪れることができるようになっているわけなんですね、えー、そうしますとですねこれがアントニア要塞の敷石であった、まあ、敷石っていうのは例えば中庭みたいなもんですねコートヤードっていってですね、まあ、そこで裁判が行われたり集会が行われたりするっていうそういった場所がここだっていうわけなんですね。 まあこれはですね先ほど聖書を見ましたねピラトはユダヤ人がイエスを訴える言葉を聞いてイエスを外へ連れ出して敷石ヘブベル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いたまあここを皆さんね下を見ると石が敷き詰められていてここがアントニア要塞の敷石ではなかったかただし考古学的にはこれは2世紀にハドリアヌス皇帝がエルサレムを再建したすなわち紀元70年にエルサレム神殿は滅ぼされていくエルサレム ま滅亡していくんですがえその後にですねハドリアヌス皇帝がイルエルサレムの町を再建した時の時代のものだろうというふうに見なされてるんで、まあ、残念ながらイエス様の時のこの敷石ではないだろうというのが考古学的な見地なんですけれどもえここにもですねキングスゲームこのボードゲームが刻まれているのが見えますよこれはとても有名な、えー、やつでですねこう保護されて照明がつけられてこう展示されてますけどね世界的に有名なこの にに刻まれたたローーマ兵士が遊んでいたゲームっていゲムとうことになりますねさあここがイエス様が十字架を担いで実際に歩いた道ではないのかということがかつては言われていた、まあ、今はですねこれハドリアンス皇帝の時代のものだろうと言われるんですけれどもこれ皆さんちょっとあの表面を見てくださいね。 え、ここあの、ちょっとギザギザしているのがわかりますかこう、正面に照らされてね。そして、これがこう、道、街の道なんですよ。すなわち、ビアドロローサっていうか、こう、ス様が歩いたとすれば、この道。その横の敷石っていうのは平らな表面になっているでしょえー、これなぜギザギザかっていうと、これは馬が,馬が歩いていくときに滑り止めなんですね。 えですからこう通りの道っていうのは表面がギザギザしていて滑り止めになってえその横は,これは敷石なので中庭なのでこうツルツルの表面の石が敷き詰められているっていうことなんですね。えまあ、ですからここがビアドロローサっていうふうになるわけなんですけどもね。えさあまたそうしました地表に出てきました。<laughs> でこうあのの遺跡っていうのはこう地表 地下何メートルもあるところのレベルでそのエルサレムっていうのはこう滅亡しては再建され滅亡しては再建されてどん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 傘が上がっていきますからねですから現在の地表っていうのはイエス様時代のこう何メートルも上をになってしまうわけなんですけどもね。 えさあそしてですね歩いていきますよビアドロローサをあそうしましたらここにはですね有名なアーチがあります上にこうアーチになってますけどもねえこれはエッケホモアーチっていうふうに言われますねエッケホモっていうのはラテン語でもってこの人を見ようえこの人を見ようって賛美歌にもなっている出だしの言葉ですけれどもねえこれはどういった場面かっていうとイエスは茨の冠紫色の布をつけて出てきてピラトは彼に言った。 彼らに言ったユダヤ人たちに「見よこの人だ」っていうふうにピラトがイエス様を示してですねこう言ったっていう「見よこの人だ」「エッケホモ」っていうそういったことでピラトはこのアーチからそのようにイエス様を見せたっていうのはちょっとね現実ではないんでしょうけどもそのことを記念するそういったことになるわけなんですね。有名な観光名所ではありますねこのエッケホモアーチっていうのはですね。 えー、さあというわけでビアドロロサをさらに進んでいきます、えー、そして向こうの方の通りでもってこう左側にこう折れ曲がっていくわけなんですけれども、えー、その道ですねさあそうしましたらここ。 十字架を担いで歩き出してそしてこの角のところでもって最初に倒れるっていうそういった出来事が、えー、起こったっていうわけなんでこれをちょっと見ていきますと、ね、最初に倒れた場所ただしこれは、えー、聖書には記述はありません。ね、こうこうで倒れたんじゃないかということで、えー、最初に倒れた場所だっていうことが定められたんでしょうけれども、えー、これは通りの曲がり角にあります。 こ、ね、これはあこっちの方から歩いてきたんですよそして今通りをですね左に曲がってずっと向こうに行くその角、ね、ここでイエス様が最初に倒れられたのではないかということでここの先ほど、ね、木の十字架を担いでこの巡礼者たちが礼拝をここで守っていますけれども、ね、祈りをしてますけれども、えー、さあここ各竜ね各ステーションにはチャペルが設けられているところが多くてですね この第三流ででもここここの中にに入ってていくことががきまますす印されね第3流そのすぐ横には第4のステーションもあるんですけどもねさあこのチャペルの中に入っていきますそうすると中はですねどういうふうになってるかっていうと、まあ、これは倒れられたイエス様をこう天の軍勢が取り囲んで見守っているっていうそういったモチーフの絵画が正面に掲げられていますね。 えー、こういうふうにですね倒れられたイエス様を取り巻く天使たちの図、えー、これはあながちですねこう多分イエス様が十字架を追ってそして歩いて行かれた時には天の軍勢が取り囲んでいたであろうということはですね、えー、実はイエス様ご自身っておられますねゲッセマネの園でペテロがですねこう捕らえる者たちに剣を振るってこう、ね、相手をやっつけようとした時にですねイエスはペテロに言われた「剣を元に収めなさい剣を取る者は皆剣で滅びます」それとも私が 父にお願いして十二軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかしかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するでしょうかもうイエス様の合図一つでもう天の軍勢がですねイエス様を助け出すことができるんですよね、しかしそれをあえてイエス様はなさらずにご自分から十字架という道を歩まれたというそういったことになりますね さあ、そしてですね、えー、このす、あ、も、ま、う、あ、こう、まあ、いつも日中はすごく混んでます。もう人が いっぱいこのビアドロロサを歩いていますからね、えー、そしてこの第三流そしてそのすぐ横にはですね教会になっていて、えー、第四のステーションがあるんですね、えー、これはどういった場面かっていうと悲しむ母マリアと十字架を担いだイエス様が出会うっていうこれも聖書にはちょっと記述がないんですけれどもね、えー、まあこう長年の伝承の中で中世にこういった伝承が生まれてきたっていうそういったことになるわけなんですけれどもね、えー、さあそれはですねこう第 三流のすすぐ横にありますこっちがこう教会になって入り口になってますけどもねこれが第4流なんですねそしてこれはアルメニア首都教会っていうそういった教派の教会になってますね。 えー、そしてこの礼拝堂の入り口には、まあ、先ほどのグループで同じグループですね十字架を掲げてお祈りを捧げていますけどもね、えーまあ、各ポイント各ポイントで止まってはそして祈ってそして次に歩いていくっていうそういったことを皆さんされるわけなんですね。 えさあこの第四流地下にですねこういったスポットがありますこれはまあチャペルになっていますけれどもえここにこうイエス様とマリアの像が掲げられていますねこれが第四のスポットになるわけなんですけれどもえここはですね こんなふうになってますね。実はこれはビザンチン時代のモザイク画がここに出土してるんですよ。この床。ちょっと暗くてわからないですけどもね。えー、これはビザンチン時代、今から1500年前とか、そういった時代のビザンチン時代のモザイク画が出ていて、えー、まあそこに第四流がこう設けられているということですね。まあ、よく見るとっていうか、よく見てもわからないですけど、あのえー、珍しいモチーフのモザイク画なんですね。一対のワンペアのサンダルが描かれているんですよ。 えーまあ、こういったモチーフというのはですね、まあ、いろんなところにローマ時代のものを出土すにもここにもそれがあるわけですね。 聖書的な記述とは何の関連もこう見いだせないんですけれどもねしかし一応まあここがですねこうイエス様とマリアが、まあ、マリアが十字架の跡をついてきたというのはあながちありえない話ではないそれは後から見ていきますけども、ね、しかしそれをここまあ一応記念してここが第四流というふうになっているわけなんですね。 さあその次に進んでいきますよ。第1、第2、第3と来て第4。えー、またここで道中が折れてですね、こう商店街に入っていく、ここに5の第5のポイントがあります。えー、これはクレネ人の指紋が十字架をイエス様の代わりに担ぎ出すっていう、そこは有名な場面なんですね。えー、それを見ていきますね。クレネ人の指紋。 えー、彼らは、これ、ルカの福音書の23章26節の場面ですね。彼らは、イエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕らえ、捕まえ、えー、この人に十字架を負わせて、イエスの後から運ばせたっていうその方ですね。えー、まあ、もうイエス様は力尽きでですね、これ以上こう担いではいけないという時に通りかかった。まあ、クレネ人のシモンというのは、 北アフリカ今のチュニジアですかそういった出身のそしてまあユダヤ教徒であってそしてこうセニコシの祭りにやってきたそういった人であるわけなんですね、えー、そしてですねこのビアドロロサを第4流から第5流へとこう進んでいく周りはもうお土産屋さんですねもう観光客がひっきりなしに来るようなそういった場所ですのでお土産屋さんが広がっていますけれども。 えー、そして第五流に行きますとそれは角になっていますね、えー、ここで道が分かれるんです右の方に曲がっていくとビアドロローサ聖セーフンボ教会ゴルゴタへと向かっていくまっすぐ行きますと実は、えー、カルドに続いていきます。 今前にエルサレムの街で見ましたね。カルド、昔のこう中央の通り。あるいは、南駅の壁の方に行くには、まっすぐ行くと南駅の壁の方に行くことができる。えー、こういった交差点に、この第五竜が立っていますけども、まあ、皆さんここにちょっと、物、え、々、ー、しく、なんか武装した兵士というか、警官がここに立っていますね。 ほら何事かっていうとですねまあこれ私2015年ですかねこの写真は2015年に行きましたときには実はこの時期イスラエルユダヤ人たちへのこうテロが相次いでいたんですよ、えー、まあこの時はですねこうイスラムの人々によってこう近距離でねこうユダヤ人のこう原理主義の人とかあるいは兵士であるとか 警察であるとか、そういった人に近づいていって、こうナイフを持ってひそつきして殺してしまうという、そういったテロが続いていたんですよ。そののためにですねイスラエル警察の 方が2人立っていていしかもここに金属探知機があってですね誰も近寄れないようにしてるんですね警備のためにここに立っているんですけど周りを覆ってですねそしてこう警備に当たっているというこういった物々しいそういった時でしたその横に私が立っていますけれどもねこれ皆さんよく見るとこのイスラエル警察の方なんですけども黒人の女性ですね。 これ分かりますかね黒人の女性であるっていうことが。えー、これはですね、えー、ちょっと待ってください。拡大できるかな。はい。えー、この、実はユダヤ人なんですよ。ね、こう、なぜユダヤ人でこう黒人の方がおられるかっていうと、これはエチオピアから来た方々ですね。 そしてエチオピアのユダヤ人たちっていうのがいるわけなんですよ。なぜかっていうと旧約聖書でソロモンを訪ねてシェバの女王が来るますよね。そしてそのシェバの女王はですね、実はソロモンの荒野としてシェバに帰っていった、今のエチオピアに帰っていったということが伝えられていて、 ですからエチオピアにはですねユダヤ教徒たちがいて彼らはソロモンの子孫だということを主張してそしてイスラエル政府もそれを認めてユダヤ人として受け入れているんですね。ですからこう、 かの彼女こういった人たちはですね私たちはこうソロモンの血を引くのだみたいな、えー、そういったあるいはその信仰を受け継いでいるんだってうそういった方々がですね実はユダヤにはアイスラエルにはおられてユダヤ人としてこう認められているそういった人たちなんですね。えー、何の話していたかというとクレネ人の指紋ですね。はい、ここにこうチャペルが えー、ありますけれどもね、このチャペルもですね、開いてる時は中に入れるんですよ。えー、これクレネジム志望の、えー、このことを記念したチャペルですね。そしてここでこうね、えー、礼拝を祈りを捧げることができるっていうそういった、えー、ところになっています。 さあ、そうしましたら、ここにはですね、あ、横にメリータがなんか、えー、壁に手をついてますけども、ここだけちょっと色が違いますね。これは、えー、イエス様が倒れそうになった時にこう、こう、この壁に手をついてですね、岩のところに、えー、それでできたくぼみだと。まあこれはあの 伝承ですからあの、えー、考古学的なことを言ってるわけではありませんからね聖書学的なことを言ってるわけではなくて、えー、そういった伝承が生まれていくっていうわけですねまあですから何のご利益があるんでしょうかみんな行く人行く人そこに手を合わせてこうやって次へ進んでいくっていうそういったことなんですね、えー、さあビアドロローサ真ん中ちょうど、えー、半分までもちょっと来てないんですけども時間が来ましたので、えー、この続きはさらにですね次回ビアドロローサを次のスポット 向かって歩いていきたいと思います。